これまでわらびの町をいろいろ散歩してきましたが、その散歩途中に頻繁に気づかされることがあります。それはわらびの町には暗渠がたくさんあるということです。暗渠というのはセメント蓋や道路で塞ぎ見えなくなっている水路のこと。わらびは暗渠が張り巡らされていると言ってもいいほど暗渠がたくさんあります。それもそのはずで、かつてのわらびは田園地帯が広がっていたので、灌漑のための用水路が張り巡らされていました。今回は現在の姿や古い地図を紐解きながら、わらびの暗渠をたどっていきたいと思います。そして今回も道成さんに来ていただきました。道成さんはあらゆる道に造詣の深い近所にお住まいの方です。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。道成さん、今回は暗渠をたどっていく散歩なのですが、道成さんは暗渠になる前のわらびの水路の姿をご存知ですか？ええ、それは知っております。小さな頃はその水路で小舟釣りなどをして遊んだものです。ああ、そうなんですね。では今回は道成さんに聞きながら行けば暗渠を探ることができそうですね。ええ、大体はわかるのですが、なんせわらびは水路だらけだったので正確な位置まではわかりません。古い地図なども参照しながら行けばたどることができるでしょう。道成さん、こちらからですね。はい、ここはわらび神社の裏道です。この神社脇にかつて水路がありました。このように歩道がゆとりのある幅があるところはかつて水路だったところが多いのですよ。そうなんですね。ちなみに今回の暗渠探索に先立って昭和49年の住宅地図を調べ、正確な水路の通りを調べてきましたので、それに沿って進んでいきます。はい、よろしくお願いします。ここを始点として出発したいと思います。この歩道の下に水路があると思います。早速ここで水路が見えてきました。暗渠は隠れている意味を指しますが、このように見えているところを海渠と言いますな。海渠ですか。初めてそんな言葉聞きました。勉強になります。そうでしょうな。海渠なんて言葉使いませんからな。こうしてたどっていくと、この地下に水路があるなんて思って歩いていなかったので、不思議な感覚になりますね。そうですな。地面の下をイメージしながら散歩するなんてことはないですからな。ここを水路は曲がっていきます。え？全く痕跡がないから分かりませんね。そうなのです。完全に隠れてしまっています。そしてまたここで水路は曲がります。あ、水路があったので道として残っているのですね。そうでしょうな。もともと水路の上には建物がなかったから道に変わって残ったのでしょうな。なんか路地の見え方も変わってきますね。そうでしょう。一つの視点が増えると散歩の奥行きが広がるのです。はい、ここは普段通らない道ですね。そうでしょうな。駅前通りに出ましたね。そうです。この通りを水路は通っています。この蛇行具合がいかにも水路だったという感じがしますな。
これは暗渠好きな人に聞いたのですが、一つの説を紹介すると、この道の右端の道路の色が違いますよね。そうですね、違うアスファルトですね。はい、ここに水路があったということが考えられるのです。というのも、水路部分の工事と本線道路の工事の管轄が違うため、このようにアスファルトの色が違うのだと聞きました。ああ、面白い。それも考えられますね。この道を出ると突き当たりは中央小学校です。この中央小学校を避けて水路は左に曲がります。そしてまた中央小学校沿いを水路は通ります。ああ、また広い幅の歩道がありますね。はい、これは明らかに水路の名残ですな。はい、クジラがいる。うわ、これここに水路があったから水の中に住むクジラを持ってきたのではないですかね。そう感じますな。なんでここにクジラがいるのと思っていましたが、ここが水路だったと知るとクジラがいる理由が理解できる気がします。なんて勝手なこと言ってますけど。いやいや、私もそう思いますぞ。この歩道のくぼみは水が流れるようになっていますね。そうですな、随分手が込んでますな。ここは空間広場というのですね。クジラの絵もありますね。あれ、あのポンプ、この井戸用のポンプ、やっぱりサンタイガーだ。以前用外通りを散歩した時に、用外通りの入り口にこのサンタイガー製のポンプを道成さんに教えてもらいましたよね。ええ、そうでした。サンタイガーのポンプ、ここにもあったとは私も気づきませんでした。ここにもサンタイガーのポンプがあったとは、なんか嬉しいです。サンタイガーは名古屋の会社が製造していて、現在は製造していないんですよね。その通りです。そしてこの中央小学校を離れ、左に水路は進みます。蕨神社から始まったので結構長い道のりですね。ええ、今たどっている水路も一つのたどり方で、実際はいくつも枝分かれしているのです。もともと現在たどっている水路も、上流は見沼代用水であり、見沼代用水は利根川から取水しておりますから、かなり長い水路なのです。荒川ではなく、ずいぶん遠い利根川からの水路なんですね。ええ、そうなんです。土橋公園を過ぎていきます。そしてここで水路は曲がります。ああ、また歩道ですね。なんでここにこんな幅広の歩道があるのか不思議だったのですが、水路との関係があったのですね。そうでしょうな。ここはセメントの蓋がありますから暗渠ですね。暗渠が歩道となってますな。
平屋の住宅も残っていて風情がありますな。この辺りは水路脇の住宅地だった面影がありますな。そうですね、庭部分が以前の水路脇の土手に見えてきます。そして小道に入っていきます。うわ、不思議な道だなと思ったら、水路だと思うとここも合点がいきます。人一人で十分な道幅ですな。すごく細くなりましたね。そうですな。出口が見えてきました。大きな通りに出ましたな。ここからも暗渠は続き荒川に流れ着くのですが、この水路のたどる探索はここまでとさせていただきます。はい、かなりの距離をたどってきましたね。そうでしたな、いろいろな発見がありましたな。暗渠をたどることでどうしてそこに道があるのかとか、なんでここだけ歩道が立派なのだとか、いろいろなことが分かることができました。道成さん、暗渠をたどる散策はまだ続くのですよね。次回は北町から錦町につながる暗渠をたどりたいと思います。そうですか、次回も楽しみです。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。